土井大作明治5年5月24日は、日本の武士、丸亀藩士。名は、三光。最初は、藩校の正明館で学んでいたが、江戸に出て、小平校に学んだ。故郷に帰った後登用されたが、尊皇上夷派の志士、長州の草川玄水らと抗議を結び、反論を勤皇へ統一しようとしたが、幕府から、長州よりと権威を受けるのを避けたい。 丸亀藩の意向により幽兵された。慶応4年一1月、高松藩政党の直命が、土佐藩に下り、犬類大輔率いる早小隊が、1月19日、丸亀城下へ進行すると、丸亀藩は勤労に転じて、反論を一変。対策の幽兵も解かれて、今度は逆に、問いを藩の参謀に任じ、犬類大輔らの参加となって、高松城攻略へ向かわせた。 維新後、鹿間県三次や新春県三次を務めたが1872年に自殺した。自生の区がある。去年36。丸亀市の法恩寺に彼の墓がある。大正8年、聖五位を追蔵された。ABC 地域の本棚香川県立図書館、ウェブサイト2011年7月10日閲覧。丸亀市観光協会丸亀。 バサラマップ2011年7月18日閲覧。田尻左辺、増衣所見伝造法番上特使増衣年表 B48。ありがとうございます。